えー、こんにちはフルワッフルルワッですけどね、えー、ちょっとねあのご相談とかたくさん頂い,いてた案件について話しますと、えー、あのですね女性の方僕はあ,、まあんまり YL さんっていう表現好きじゃないというかねまあ使わないんですけどね女性の方がね、えー、まあ更新しててね嫌、まあ、な思いをすることがあるとで「ワッフルさんどうしたらいいですか?」みたいなご相談を結構受けるんですね。でそれはなんか自分がまあ、ね、更新をしてるあるいはまあちょっとね山岳 まあなんかあのもっとね,ねちゃんと裁けようとかねそんなこともかんねえのか知らねえのかよとかねえー、お俺も取れよみたいな感じのね、まあ、バリ造語が浴びるらしいとそコールサインも言わないねコールサイン不喪失の方からね言われるという話を聞いてて、うん、まあ女性の方っていうかねうあんまり今ジェンダーフリーの時代ね女性とか男性とか関係ないと思うんですけどまあでも。 初初心心者者の方うで、まあ、でもそうですよ分、ね、かんないこといっぱいあって間違いもあって何が最適かもだんだん学んでいくのにいきなりそういう人にねそういうことを言うっていうのはねまあ,あのちょっとね優しさが足りないなと思うんですけどそうなんだなと思ってたら自分が筑波山ではまりまして、えー、ああ言われるんだと思ってね、うん、しかもまあ割と言われのないねなんかこっちに、ね、落ち度があるんで、それは直しますけどそうじゃないっていパターンもあるというのは分かりましてこれはもう一言ではないと。で 海流新幹線ね、考えてたんですよ、うん。これはね、どのようにするとより良くなるんだろうと思ったね。ほう、見つけました。うん、こういうやつ、こうやつです。で、要は、そのね今回の僕のエピソードの時にね、そのまのまああ DV おじいさんの他にね、英語力おじいさんですもんね、また、ね、出現したんですよ。で、その方はね、お前の英語力は種がどろバ、バカみたいなことねあの。コロサイン不掃除と言われてましたね。 その隙間にね別に僕と交信してて何か言ってるでないのでな突然 CQ の合間に入ってきて、まああのね、僕を怒鳴ってきたと僕は、まあ、あの普通に冷静に対応して「あ今の方はコールサインいただいてよろしいでしょうかこちらはジュリエット・キロスリオスカータンホテルポータブルワン茨城県石岡市移動です受信します」って言ったらねまあ何にも書いてくないみんな聞いてるんですよ「ザーってね FM だからね「ザーってね えー、再度お願いできますかこちらは「ジュリエット・キドスリオスカー・タンゴホテルポータブルワンです「コールサインいただけますかどうぞ」っ,ったらね帰ってこないと、えー、それではコールサイン不送出ということでよろしいでしょうかねではまだ帰ってこないねじゃあコールサイン不送出の方ということでありがとうございますと、えー、なおねあのこの模様はね動画で収録しておりますとねえー、コールサインいただけますかどうぞってっやっぱ帰ってこないんですよね えー、それではねあのこの模様のね動画をね YouTube 等で掲載,いただ掲載させていただいてよろしいでしょうかともしね、えー、問題ある場合は「あのお返事ください」って言ったらねやっぱ返ってこないんで「あじゃあ,あのご返事ご了解いただいたということでありがとうございましたそれでは失礼します」ということでね人間閉じておいたんですよねあこれいいのかなと何も言われなかったんですその後、ね、あのおじいさんたち出なくなったんですよそれまでね運用地毎回「イエーとかね 「ポータブルワンつけねえのかよ」っていうねおじいさんがいっぱいいたらしいんですよ。で僕には聞こえないんですよ。ね、で僕は実はポータブルワンも毎回つけてるし茨城県石岡市移動っていうのは QSO のために全員に言ってるんですよね、うん。でもそのおじいさんたちにはそれが気にならないらしくて「イエーイ!」って言ったらしいっていうのを麓で聞いてた別の方が僕に教えてくれたんですけど僕のとこには届かないんですよだから聞こえないんだけどそう。でまあそこではあると。 でそのね、まあ何とかおじいさんね、まあ、おじいさんって別に別称じゃないんですよ僕よりもキャリアも年齢も上の方が言ってるから僕もおじいさんだから、まあ、おじいさんだと思ってるだけでなんかおじいさんが別称だと思ってる人がなん,かなんだねそ,のそこに下げる意味はないでもうおじいさんってもういいさん言葉だと思うんですけどね。僕はだからあの、ね、ヒゲの無線大好きおじいさんだし、まあ、僕に何か指摘してくれるつもまあ何とかのおじいさんだと思うんでねまあ お前やって,言ってたよ多分こう、ね、上から来るんで、まあ、僕より上の人なんだろう多分だから僕新山だからいちゃば持ってるとかね年もね20歳上だとかそういう人だと思うんでねあのそう先輩とかね年齢の上の人にはねあのリスペクトだ。僕は運動部出身なんでいいんですけどでまあそのおじいさんたちからねいろんなね反応いただいてたということを後からねその麓、えー、にいた人から聞きましたと「あそうなんだ」と。ただただ、その人ちは僕が、あの <laughs> まあ録画してますっていうと出なくなっちゃったあこれだと思ってで答えはこれですよこれまあウォークマンなんですけど録音機ですよ。もっと言うと ID52 とか50とかねアイコンの無線機それからややすの f t m 5 0 0 d 3 0 0にもそうだけど録音機のついてるんですよ。あれででいいんですよだからそのねまあ言い方あれですけど女性の方が山岳運用で、ね、受信しますよって言ってパイルになって。 お前こんなパイルもさばけねえのかよバーカーとか言われたらですねありがとうございますと、えー、今のねクエスを全てあの録音させていただいておりますのでね、えー、ネットで公開させていただいてよろしいでしょうかお返事いただけますかコールサイムださいどうぞって言ってね多分ね何も言われなくなっちゃうんですよ。ねそれでも言ってくる人は勇気があるしでそういうのはね公開していいってことなんですよ。でそもそも電波法でこれは無線の通信の秘密っていうのは存在しないから公開する方はいいんですけど僕はその 人と人との信頼あるいはマナーとして、まあ、必ず許諾を取るようにしてると。でタクテルさんもそうみたいなんですよね。で勝手に載せることは基本的にありませんよっていうのは僕はあの講師のために言ってるしる載,せてく載せさせてくださいっても言うし最初に c 域の時に YouTube を、OK、受けの人だけこれだけますかとかもやるんですよね。なんでそういう方はもう録音機を持ってあるいは無線機の録音機能で、えー、録音をして今録音していますと。ね。 でそれ以上言わなくていいですよ。録音しておりますとね、うん、で、えー、受信しますとで更新してれば変な人は録音されるっていうのはリスクなんですよねだって声で分かっちゃう人いっぱいいるんですよ僕なんか何にもやってないのにチャンネルチェックというだけで「<laughs> ワーフロさんですか?」って言われて「あまだチャンネルチェックなんでもうちょっと待ってください」っていうのはね結構あるんでねバレるんですよねうんそうなんで声取られるだけでその 自分の,、ねあのまあ、良くないことがねあの人に知れ渡ってしまうというふうなことを、ね、考える人いると思うんでこれがだから抑止力だと思うんですよ、ね、なんで皆さんもそれで、ね、妨害とかお困りの方に、ね、まずねちょっとね録音してみましょうというのが僕の提案でねであの、まあ、録音機ね実はねあのオリンパスかソニーのね普通の IC レコーダーでいいんですよ別に無線機用とかじゃなくてで自分の無線機にもし録音機能が ついてなかったらこういうの買うとまあ持ってたらいいですよね録音機能あったら SD カードはぶち込んでい終わりですよ金材も増えないよねで毎回ポチってレ,レックボタンを押して今録音しておりますけれどもっていうのを、ね、たまにアナウンスすればいいと何か言われたら、えー、ありがとうございますと、えーね、全部録音させていただきましたので、えー、ねまたネット等で公開することがあるかもしれませんありがとうございましたという時はね以後何も言われないと思います これ多分ね一番平和なんじゃないかなとでその録音はね何もやらなければもう消せばいいんですよ、うん、だと思いますただ何かあった時に証拠にもなるしあと自分でね QS を聞いてねは反省じゃないですけどねあここってこうなんだって僕ねめちゃくちゃ自分のね q スをねあの家で見返すんですけどねそのそこで聞き取れなかったコールサインが後できっと聞けるんですよあこれこれザンジバル あーズールなんんだとかかね家で分かるんですようんあこの人なんか東京ボストンなんとかって地名シリーズの人だとかねあれそのめっちゃ弱い信号で来てて「あこれシエラシエラって言ってんだ」とかね分かるんで勉強になるんですよね。うん、でそれが次の経験に来て QRP の人とうまく更新ができるとかねあるいはパイルがうまくさばけるとかね f u のパイルっていうのはこういうふうにぐちゃぐちゃになるんだけどここで 隙間があってたまになんかこさいの一部が聞こえるなとかね勉強になるんで録音するっていいいうのはねいいことしかないと思うんですよねなので皆さんも是非ね、えー、特にお困りになられてる方ね、えーまあ、妨害とかね暴言ねそういったものはあの録音してますよということだけで、えー、改善される可能性があるというねそういうお話でございましたが、まあ、これはね大事な情報なんでね、えー、すぐ出そうと思いましたと。 でま、た本件について、ね、コメントとかねありましたらまたコメント欄にガンガンよろしくと。でねあのもしねこれが効果的だとね思われた方いらっしゃいましたら是非真似していただいてねまねした結果ね何、えー、か文句言われなくなりましたとかいいことがあればねまた教えてくださいと。でそういうね相談もねあの東京でガンガン受け付けますんであのもう好きな手段で連絡しなさいあのメールあるんですよ、ね、実は分かるしね Twitter の DM でもいいしね、えー、LINE 公式っていうのも実はあってねそんなんも使えますんでね ご相談いただければね皆さんのお役に立ちたいといつも思ってますんでよろしくお願いしますとね僕も今回ねだいぶねあの怒られましたんでね、えー、で結局自分が悪かった理由が分かんなかったんでああこういう理不尽なことって夜中にあるよなとあとねその X でねいろいろねあのまあご指導いただいた皆さんね、うん、お前拗ねてんじゃねえよと被害者在してんのに「バーカー」って言ったら何で「バーカ」ってつくのかな。 大,大阪でバカって言ってね多分殺されますけどね <laughs> はいねえ、はいまあ、そんな感じなんでね、えー、以上で終わっときますねじゃあねあの、まあ、一般的にあその弱い立場ね女性の方とか初心者の方ねそんな対抗策ありますよってお話ししたこれはソニーの僕の「愛用のウォークマン」これも録音機能ついてますのでねありがとうございました失礼します。